ヨハンリス作、パエトンの墜落、パエトーンは、ギリシア神話の登場人物である。長母音を省略して、パイトン、ファイトン、フェイトンとも表記される。ガイウス・ユリウス・ヒュギーヌスの神話集は、太陽神エイリオスと、オーケアノスの娘クリメネーの子で、ヘイリアレスと、兄弟とするが、オイディウスの変身物語は、アポローンの子とする。 エオースと関連づけられることもある。神闘記は、エオースとケヘパロスのことし、アプロディーテーが誘拐して、自らの神殿の守り人としたとする。ビブリオ提ー系は、エオースとケヘパロスの孫であるとする。オデュッセイアは、エオースの馬の名として、パエトオーンをあげる。天体名としてあげられることもある。マルクス・トゥ・デウス・キケロ。 神々の本性については12年で研究を一周する惑星としてパエトーンを挙げており明らかに木星を指している。またヒュギーヌス天文詩はエラトステネスの説として土星をパエトーンと呼ぶとする。アリストテレスメテオロ,ロギアはピタゴラス教団の説としてパエトーンは地上に落ちた星であり天の川が落下の痕跡であるとする。 また、地上に大災害をもたらした原因として語られることがある。神話集は、パエトーンが墜落したため、地上に大火事が起き、これを消し止めるために、ゼウスが川の水を氾濫させたことによって、デウカリオンの大洪水が起きたとする。また、ティマイオスは、パエトーンの墜落は、過去に起きた大火災の記録であるとする。これらの説は二十世紀の疑似科学で大いにもてはやされ、 イマヌエル・ベリコフスキーを始まりとする古代隕石衝突説の根拠として使われている。ルーベンス、パエトンの墜落ナショナルギャラリー・オブ・アート・パエトンの神話の記述は多くない。神話集にはパエトンが太陽の戦車を買ってベレロポーンによろしく展開に登らんと欲してゼウスの雷により撃ち落とされたことがわずかに語られている。 現在最も知られているパエトーンの物語は変身物語に語られるものであり、以下に記述する。太陽神アポローンの息子であるパエトーンは、友人のエパポスたちからアポローンの息子であることを強く疑われたため、自分が太陽神の息子であることを証明しようと東の果ての宮殿に赴き、父に願って太陽の戦車を操縦した。しかし、 よすのが難しい太陽の戦車はたちまち暴走し、地上のあちこちに大火災を発生させた。この時リビアは干上がって砂漠となり、エチオピア人の肌は焼かれて黒くなった。世界の川はことごとく干上がり、オーケアノスもむき出しとなり、ネプトゥーヌスの眷族であるイルカやアザラシはカバネを晒した。地を火の海とされた、豊上の女神ケレースは最高神。 ユーピテルに助けを求めた。ユーピテルは暴走する太陽を止めるためにやむなく、来帝を投じて、パエトーンを撃ち殺した。パエトーンの死体は、エイリダノス側に落ちた。パエトーンの姉妹のヘイリアゲスたちは悲嘆のあまり樹木に変身した。母のクリメネーも悲嘆に耐えず、その樹木をかきむしったところ、垂れた樹液は、琥珀となった。トレミーの十八星座のうちの一つである。 エリダノスザはこの物語に取材している。ありがとうございます。